ね、あの毎年の映画内科祭りとはちょっと思いが違いまして、記念すべき関西ホニャのみんなも頑張って練習して今日合流することができました。本当に皆様の応援のおかげです。ありがとうございます。これからもですね、あの高知の元気を笑顔と思って始まったよさこいなんですけど、今年は特に日本の元気、それを世界にも発信していきたいと思っております。皆さんもぜひ楽しんで、よさこいに関わっていただきたいですし、その一つ、そうですね、一緒の仲間としてこのよさこいの元気をどんどん広げていきたいと思っておりますので、どうかご声援よろしくお願いいたします。Thank you.
Come on.